はい、おはようございます。え、LL の笹川でございます。えっ、ー、と、ここのところね、面白いなと思いつつ、あの動画を見てるんですけども、これ、えー、クラスプって読んでいいのかな、クラスプ、えー。コモリスプの新たな実装で、もでも何年も経っているみたいなんですけど、非常に興味深いのは、この方が、その主催者の方だと思うんですけど、 なんとかでテンプル大学って言ったかな、あの、あの教授だそうです。で、ご専門は、あの、分子、ああ、いやいや、分子だな、分子モレキュラー、モレキュラーって書いてあったから、分子の研究をなさってる方で、その応用のために、えー、コモンリスプ、新たなコモンリスプを開発してるということのようです。えー、で、あのー、 興味深いのはですねあの、この方は計算科学の方ではなくて分子。 学っていうのわかんない。うのわかな分子生物学とか分子んとか学っていう分野じゃないかと思うんですけどもそういうご専門の教授の人が、えー、あえてその計算科学というのは自分にとっては専門外のところですけどもそこにあえて首突っ込んでいって果敢、えー、に挑戦してるっていうのがこれはすごいな何な,な,な,んなんだろうっていう感じでワクワクしちゃいますね。 えとまあ、確かに SBCL だとかあ,のあ,あってそれはそれで素晴らしいと思うんですけどもあの必要性があるんでしょうね自分のせ専門の研究のためにね、えー、でそれをあえてやってしまうっていうのがね、うん、なんかかっこいいなと思うんですよどう,どうですかか私なんかね あのもういい,いいおっさんなんだけどいいおっさんなんだけどどうですかあのも,もし若い女性の方見てらっしゃったらこういうあのこのあの教授ですけどもかっこいいと思いませんあのまた頭ハげてるしもういい年なんだろうけれどもあえてこういうね果敢に挑戦する男っていうのは ど,どんなもなもんなですか、ね、私はねおあのおど,どう同じ男と見てもねかっこええなこのおっさんって感じがするんですよ。えその年でで分野外のところに,にあえて挑戦するのかそれも自分の研究のためだからなんだけどねかっこええじゃんこのおっさんっていう <laughs> おっさんって,言ってっ気持ちで言ったと,と思います。で あのそういうなくなっちゃうとさ男じゃなくなっちゃうわねで挑戦するっていうのはなくなっちゃうとねと次回を込めて思うんです私もあの挑戦しております法則でありますけれども <laughs> こんな大きな志には及ばないかもしれないけれどもであのそういうチャレンジする気持ちがなくなった時が、えー、あの命が尽きる時かなと思ってま、えー、したね。 まあ、それまでは精一杯や,やろうと思いますね。うん、えー、いや抜け殻みたいにしても長生きしたくないわ。あのなんていうかなこう、常に常にこう、毎朝起きたらあれに挑戦するんだみたいなのがないとね。<laughs> ボケたらもう俺その時はあの、もう俺いいなって。 息子たちに言ってんだけどさ、俺ボ、ボケないつもりだけど、俺ボ、ボケたらもう生きてる意味ねえからさ、って、目なんかしなくていいぞ、と思うのですがね。<laughs> あの、はい、えー、まあ、そんなことで、えー、っと、えー、っと、まあ、すいません、話が。えー、っと、まだね、発展途上なのかな、もっとこなれてきたら、ぜひ使わせてください。あの えー、インストールなんか今のところなんか大変そうなんでまだ手を出さないんですけれども、えー、それとあと完成度上がってくるんじゃないですかね、あのえっと、リンク先貼っておきますんであの、リスプのご興味にありましたら、えー、ご参照いただければと思います。はい、それではままたたお会いいたしましょう